では勇者をレベル60にするそれが我々の計画ですねいや賢者になる条件はそれだけじゃないんだまだあるんですかああレベル60の遊び人にかつてない怒りを与えるそれがトリガーとなり賢者になると聞いておるかつてない怒りかなり抽象的ですねああ要はあの感じじゃ多分あのスーパーサイヤ人になる時のあの感じじゃ なるほど。あの感じですね。まあ、どちらにせよ、やることは山積みですね。そうじゃな。では一度、我々がやるべきことを整理しましょう。ああ。まず、勇者のパーティーに入る。そして、奴のレベルを60にする。シルバニアを倒したことによって、奴のレベルはかなり上がっておる。おそらく、あともう少しじゃ。大型モンスターの生息地で、キャンプでもして、確実に60まで持っていけ。 次に奴を魔王の城まで連れて行く。これもかなり難しい。奴はこの間魔王を裏切ったばかりじゃ。あの城には近づきたくないじゃろう。何か理由を作ってどうにか近くまで行かせよう。そして次に魔王と奴を接触させる。これがおそらく一番難しい。あいつは魔王とは絶対に接触しない。何かしらの理由をつけて必ず接触前に逃げるだろう。 だから、接触しざるを得ない状況、もしくは、魔王からの予測できない奇襲、どちらかが必要となる。ここをスムーズに生かせるために、この中から一人魔王軍に入ってもらうことになるじゃろう。そして中から魔王を誘導してもらう。そうなると、僕以外がいいですね。そうかもしれんな。そして最後に奴にかつてない怒りを与える。そして賢者にする。これが我々の計画じゃ。 別の方法を探した方がいいぐらい難しいですね。ああ。じゃが、魔王を倒すにはこれしかない。そういえば、戦士さんと勇者が、ルイーラの酒場に向かっているという情報が入ってます。じゃあ、とりあえず、戦士さんにもこの計画を話した方が良くないですかそれはできない。なんでですかこの計画は、魔王が戦士を殺すことで成立するからじゃ。勇者にとってのクリリンが、戦士さんってことですね。そうなるな。 あの、クリリンって誰ですかお主、さっきのスーパーサイヤ人は分かったのかはい、ドラゴンボールですよね。どう読んだらそうなるんじゃ